どうも、芸能事務所の社長をやっております MJ です。今回は私が女優になる日に受かるにはどうすればいいかというテーマで動画を撮りたいと思います。まず最初に結論をお伝えさせていただこうと思うんですけれども、これは残念なことに芸能に詳しい人脈があるよっていう人が有利です。これははっきり言ってそうです。人脈あるかないかで決まってくるんじゃないかなと、MJ は考えております。で、なんで今日この動画を撮ろうかっていうふうに思ったかというと、結構 MJ の TikTok とか YouTube 見てる人の中でね、女優志望で私が女優になる日を受けたいですって方がすごい多かったんですね。なんですけれども、こうコメントとかを見てると、あーちょっとそのままだと受かんないな、あーちょっとこの子攻略法知らないなみたいな感じで、ちょっともったいないなって子が多かったんですよ。なので今回はもうどうしても私が女優になる日受けたいんだ、受かりたいんだって方のために、どうすれば受かるのかっていう攻略法、そしてオーディションの内部事情っていうのを皆様にお伝えできたらなというふうに思っております。はい、私が女優になる日っていうのはね、食べエージェンシーと、あとはですね、秋元康さんですね、秋元事務所が、タッグを組んで、やってる、こう、なんですかね、オーディションバラエティみたいな番組です。これね、最終選考で一番、グランプリ取るとどうなるかっていうと、TBS のドラマにデビューできますみたいなね、結構有料オーディションです。で、結構、その芸能界のオーディションって、変なオーディションとか悪いオーディションとか多かったりするんですけれども、この私が女優になる日っていうのは結構チャンスになり得るオーディションです。グランプリにならなくても最後まで行くと、など、例えば芸能界の業界の人が見ててスカウトされるみたいなこともあったりするんですよね。だから業界の人結構見てるんですよ。だからめちゃくちゃチャンスなんですよね。なのに攻略法を知らないで、そういったオーディション行っても、せっかくのチャンスを無駄にしてしまいます。だから、このチャンスを無駄にしないように今日の動画、しっかりと最後まで見てください。で、本題に入る前に MJ の YouTube では、俳優になる方法や女優になる方法、タレントになる方法など芸能界の攻略情報っていうのを定期的に投稿しているので、こういった勉強をしたいよって方はぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてください。あと MJ 自身がキャスティングの仕事をしていることもあって、たまにね、女優さんを募集しますとか俳優さんにお仕事あげますみたいなこともあるので、そういった告知ですね、お仕事欲しいよとか、ちょっとテレビ出てみたいよみたいな、そういった方もチャンネル登録していただければチャンスつかめると思います。はい、ということでね、本題に入っていきたいと思います。さっき言ったんですけれども、芸能に詳しい人脈がある人が有利、どういうことかっていうと、結局この私が女優になる日っていうのはしっかりとした攻略法があるんですね。はい、で、芸能に詳しい人っていうのはある程度攻略法がわかるんですよ。例えばじゃあお母さんがちょっともともと女優やってましたとか、はたまた知り合いに芸能関係者がいますみたいな子だと攻略法を教えてもらえるんですね。でも、そういった人脈がないと攻略法を知らずに、むしろそれやっちゃダメだよってことをやってしまう。それで受からないってことあるんですよね。例えば一個例として出すんですけど、まあ後でちゃんと説明するんですけれども、例えば、募集に一個、この写真を送るっていうのがあるんですね。応募ですね。応募するときに、バストアップと全身の写真を送りましょうっていうのがあるんですけど、これの NG 行為が、プリクラを送るとか、加工した写真を送るとか、スノーで撮るとか、こういうのは絶対に受かりません。だけれども、やっぱりこういう知識知らないと、漏れてる方がいいんじゃないかって、そういった間違った写真を送ってしまうことあるんですね。それはもう絶対受からないですし、せっかくのチャンスをもう無駄にしてしまいます。だから、しっかりと、こう、知識をつけて、まあ、もしね、皆さんの周りにお父さん、お母さんが芸能界詳しいとか、芸能に詳しい知り合いがいるっていうのであれば、もう、そういった方に聞いちゃう。どうやったら受かると思いますかね、聞いちゃう。で、もし今皆さんが周りに芸能界詳しい人脈がないっていうのであれば、今日の MJ の動画をしっかり見ることで、なるほど、オーディションはこういう風になってるのか、こういう内部事情があるのか、あ、じゃあこういう攻略法があるのかっていうのがわかります。本当にさっきも言ったんですけど、私が女優になる日ね、グランプリ行かなくても最終まで行ったらそれで、1位にならなくてもいいんですよ。1位にならなくても業界の人が見てて、スカウトされるみたいなことあるんで、もうこのチャンスを無駄にしてほしくないんで、ぜひちゃんと見てください。はい。じゃあ、まずは、今回3パートに分けました。1番目、2番目、3番目とね、パートに分けたんですけれども、まず1番目のパート、オーディションってどんな風に行われるのっていうのをお話ししていきたいと思います。ちなみに MJ 自身は芸能事務所の社長をやってるんですけれども、普段はキャスティングの仕事っていうのが、あるんですね。最近ですと、結構有名ゲームなんですけれども、デッドバイデイライトっていう世界的に有名ゲームの CM のキャスティングをさせていただいたことがあります。はい。つまりオーディションの審査員もやったり、採用する側の手の内っていうのを全部知り尽くしてるんですね、MJ は。はい。なので、今回、皆さんにオーディションどんな感じで行われるのかとか教えちゃいます。はい。まず、オーディションっていうのは、
ホニャララ選考があった後にホニャララオーディションがあります。これ何かっていうと、まず1番目。これはですね、書類選考があります。はい。書類選考があって、その後に、対面オーディション。こういう順番なんですね。はい。まあ、厳密には、今回は、この書類選考と対面オーディションの間にリモート選考みたいな、リモート面接みたいなのも入るんですけれども、基本的には書類、次に、まあ、リモートがある場合はリモート、そして対面、この順番になります。はい。で、オーディションの審査員もこれはっきり言っちゃうと、何を一番見てるかっていうと書類選考です。はい。書類選考の時点でダメだったら、もうリモートのオーディションに行くこともないですし、対面のオーディションに招待されることもありません。例えば、私は特技がめちゃめちゃあって、特技披露したらもう絶対受かるとか、私キャラがいいから、もうなんか、審査員と喋ったら私の良さ伝わるとか、はたまた私演技力めちゃくちゃあるから、それ見てくれたら、オーディション受かるとか、そう思ってる方も残念ながら、書類選考、ここでつまずいたら、そもそもリモート面接もないですし、対面のオーディションに行くこともないですし、書類選考でつまずいたらもうあなたの良さ一切 PR できないんです。はい。続いて2番目、この流れで解説します。ほにゃにゃら力は関係ない。これはですね、よく質問があるんですけれども、演技力関係ないよっていう話をしておきます。はい。技術はそんな関係ないです。はい。今回は演技力があるかないかじゃなくて、これから駆け出しの女優でも伸びしろがあると思ったら受からせてくれます、そういうオーディションです。で、前にこういうコメントがあったんですね。オーディションに行く前に演技力を磨いといた方が受かりやすくなりますかっていう質問が来たんですけど、これ絶対やめてください。ダメです。演技レッスンに行くとか、養成所に行くとか、マジで無駄です。なぜならば、オーディション、特に今回芸能事務所とか、この子デビューさせようみたいな発掘系のオーディションは何を見てるかっていうと、その子の伸びしろです。演技力がこれから上がるかどうかを見ます。なので、じゃあ例えば、私は演技力をうまくしてからオーディションに行こうと思って、演技の練習に2年費やしました。じゃあ、この2年、あなた売れなくなってるんです。こういうオーディションって、若い子の方が有利なんですよ。特に MJ なんかは芸能事務所の社長やってるんですけれども、やっぱり合格させたい、この子を育てたいって思うのは若い子なんですよ。なぜならば伸びしろあるから。じゃあ、すっげえわかりやすいように言うと、80歳のおばあちゃんが、オーディションに来ました。15歳の中学生の女の子がオーディションに来ましたって場合、どう考えても15歳の女の子を育てた方が伸びしろあるじゃないですか。おばあちゃん、まあ、言い方悪いですけれども、あと20年ぐらいしたら、この世に生きてるかどうかもわからないわけですよ。そこに、芸能事務所って投資しないんですね。若い子の方が育てて投資したら回収できるんですよ。だから、演技力があるかないかよりも、時間の方が大事です。特に演技レッスンとか行っても、まあ、なんか変なレッスンとかもあるんで、2年で上手くなるかどうかもわかんないですし、だったら、もうなんか演技磨いてからオーディション行こうじゃなくて、とりあえず早くオーディションに行った方がいいです。年齢勝負です。時間勝負です。だから演技上手くなるかどうか関係ないんで、もうすぐに15歳、今回16歳だったらだけな、ちょっと何歳からかちょっと忘れちゃったんですけれども、受けれる年齢になったらすぐに受ける。でもなんか、大学卒業してから受けようとか、高校卒業してから受けようとかじゃなくて、在学中に受ける。時間勝負です。若ければ若い方が有利です。だからなんか、練習するとか、準備する。そんなことよりも、まずオーディションを受けることの方が大事です。まあ、あとは、演技力関係ないよっていうところと、ちょっと補足すると、結局書類選考通らなかったら演技も披露できません。だから演技力がどうこうよりも、まずは書類選考通すことが大事っていうお話ですね。はい。じゃあ、続いて3番目、書類選考です。今回、私が女優になる日は、どんな、選考になってるかっていうと、ここですね。写真、これバストアップと全身、そして、30秒の自己紹介動画、そして PR 文、この3つを送ってくださいっていう要項なんですね。はい。で、PR 文は任意なんですけれども、絶対に送った方がいいです。はい。なんで、女優になりたいかと気持ちですね。そういった気持ちとかしっかり審査員見てる。はい。で、写真30秒動画、PR 動画、PR 文ですね。これがいわゆる今回でいうところの書類選考にあたります。この写真30秒動画 PR 文、これがダメだったらもうリモート面接で自分の良さも披露できないし、対面オーディションで自分のキャラクターとかも披露できないわけなんですね。はい。ということで3番目、ここで全部決まります。それは何かっていうと、まず写真とそして動画、これで全てが決まると思ってください。写真と動画がダメだったら、そもそも、あなたたちは受けるチャンスすらないんです。はい。ということで、じゃあここまでお話ししたんですけれども、ここから具体的に攻略法をお教えしたいと思います。
私が女優になる日受かるための攻略法。攻略法、それはですね、写真にめちゃくちゃお金をかけてください。要は本気でもう一番いい写真を撮る、自分の良さが一番引き出てる写真をプロの、芸能のプロの専門のカメラマンに撮ってもらう。これが一番の攻略法です。はい。で、さっきも言ったんですけれども、例えばここで、写真にお金をけちるっていうのは絶対やめてください。例えば、プリクラで写真撮っちゃうとか、スノーで撮って加工したのを出すとか、こんなのも論外です。もう、本気でやる人は、本当に写真にお金かけてます。3万とかかけたりしてるんですよ。で、芸能に詳しい人脈があったら、例えば、知り合いにカメラマンがいるとかね、芸能のカメラマンがいるとかだったら、そういうカメラマンに撮ってもらえるから、やっぱ有利ですよね。だからやっぱり、芸能活動ってぶっちゃけ MG でも、ほんと人脈あるかないかで、勝ち負けが決まると思ってます。こういう情報を知らなかったら、多分プリクラ送っちゃったりとか、加工した写真を送っちゃったりとか、間違った攻略法、まあ、攻略法もなんもないんで、落ちちゃうんですよね。せっかくのチャンスをつかめません。でも、こういうことを教えてくれる人間が周りにいたら、なんなら写真を撮ってくれるカメラマンがいたら、それだけで有利なんですよ。はい。だから皆さんね、今後ね、もう本気で女優になりたいとか、本気で芸能界目指したいんだって方は、人脈を作った方がいいよってのは覚えておいてください。はい。まあ、MJ が隣に、皆さんの隣にいたら、MJ が何でも教えられるわけなんですよ。あ、こうしたら受かるよって、あ、これはこういう攻略があるよ、みたいなね。そういった人を、周りにつけとくっていうのがいいと思います。ちなみに MJ はね、こういう芸能系のね、交流会とかね、人脈作れるような会とかもやってたりするんで、本当に人脈欲しいよって方はね、MJ に、交流会とか来ていただければね、そういった人脈も作れるかなと思います。はい。ということで皆さん、写真にお金をかけましょう。ここはもう、芸能専門のプロのカメラマン、そして余裕があればもうそういう、スタイリングやってくれる人、メイク、まあナチュラルメイクです。これはなんか思いっきりメイク、ギャルメイクしすぎてなんか元と顔が変わっちゃいましたみたいな、こういうメイクが NG です。すげえナチュラルメイクだけれどもあなたの良さを引き出してくれる、そういうメイク、そしてそういうスタイリング、そしてそういうファッション、そこまでしっかりと見てもらう、そして芸能の専門のカメラマンに撮ってもらう。これでめちゃくちゃいい写真が撮れるんですね。ちょっと一枚写真ここに貼っときます。はい。皆さんね、この写真見てください。これ実際に、ビフォーとアフターなんですけれども、ビフォーは、スタイリストとかもなし、メイクとかもなし、本当にプロのカメラマンじゃなくて、お金をケチった場合、左の写真です。ただ右は、これ、うちの事務所でプロデュースしたんですけれども、スタイリストとか、ヘアメイクとか、そして、芸能専門のカメラマン、そしてしっかりとレタッチ。これ、加工じゃなくてレタッチ OK です。加工はダメですけど、レタッチ OK。そういったことをやると、こうやってビフォーアフター全然変わります。はい。皆さん分かりますか？この違い。こうやって、あなたの良さを引き出してくれる、そういうカメラマンさんとかメイクの人に撮ってもらう。これだけでやっぱり書類の実現率変わります。今見ても印象変わりましたよね。多分、ちょっと垢抜けたなって思った方いると思うんですよ。こんぐらい変わるんですよね。なので皆さん、しっかりと写真、ここにお金をかけてください。そして動画でも決まります。30秒の PR 動画も、しっかりと何を言うかっていうのを考えて、審査員が何を求めてるか、これを言ったら審査員の気が引けるんじゃないかなみたいな、そういったところまで計算して30秒の動画を撮って送る。こうすることで、まずここの書類選考を突破して次のリモート面接、そして対面のオーディションに行くことができます。さっきも言ったんですけれども、この私が女優になる日のオーディションはグランプリ1位にならなくてもいいんです。もう最終選考まで行っちゃえば、そこで業界の人が見てるんですかってされる可能性がある。そういった有料オーディションでした。はい、ということでね、今日の動画は以上になるんですけれども、最後に特典パートがあります。特典パートは、皆さんの宣材写真無料で撮りますよというのをちょっと宣伝したいと思うので、もし、何それ気になる？写真無料で撮ってくれるの？気になる方はぜひ最後まで動画を見てください。はい。ということで今日の動画は以上です。私が女優になる日、応募したいよって方ね、チャンス掴みたいよって方ね、今日の話を、まあ見て、なるほど、ここが大事なのかっていうのをもう一回復習して、そして、準備万端で、行ってください、オーディションに。はい。もう準備不足でオーディション行くとかね、やめてください、マジで。ほんと準備不足だったら、ほんとにちょっと待って、この動画見てってね、ほんと言いたいです。はい。皆さんの周りでも準備不足の人いたら、これ見せてあげてください。ちょっと待った方がいい。これちゃんと見てから、オーディション行った方がいいです。しかも今回、あれなんですよ、このオーディション、1回応募したら2回目の応募すると受からないんで、1回目変な応募の仕方したら、もうそれだけで落ちちゃうんで、もう本当に準備整えてから応募してください。はい。ということでね、今後も MJ のこの YouTube では芸能界の攻略情報っていうのを動画を投稿していくので、興味ある方はぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてください。はい、じゃあ最後、特典パートですね。はい、最後。ちょっと声が裏返っちゃったんですけどもね。すいません。はい。最後。実は MJ ですね、今ちょうどその
プロデュースをずっとしてるんですよ。それは何かっていうと、パーソナルコーディネーターのプロデュースをちょっとしてて、そこで、5名限定です。5名限定なんですけれども、5人限定で無料で宣材写真撮ります。はい。これ何やるかっていうと、宣材写真撮ります。メイクもします。スタイリングもします。ファッションも見ます。はい。で、今回の動画見た人に関しては、じゃこの私が女優になる日の30秒動画、手伝います。MJ が。これ全部無料です。で、なんでこれ全部無料でやるかっていうと、実は今ちょうど、そういう、あれですね。モデルさんをちょっと探してるんですね。モデルさんっていうのは、あれです。なんか、美容師に、美容院とかにあるじゃないですか。ビフォーアフターのモデルみたいな。そういったビフォーアフターのモデルが足りてないんですね。はい。なので、ちょっとビフォーアフターのモデルをちょっとやってくれるよっていう方であれば、今回5人限定ではあるんですけれども、写真とか全部お手伝いします。通常は3万3000円するんですけれども、全部無料でやります。しかもオーディションのアドバイスもします。はい。ぜひ女の子でね、もちろんこれ私が女優になる日を受けない人でも、この宣材写真っていうのは他のオーディションに使えるので、本当にプロの、もう超プロの、カメラマンさんに、まあ、さっきビフォーアフター見てもらったと思うんですけども、超プロのメイクの人に、無料で、写真撮ってもらえたり、スタイリングしてもらえるチャンスってのはないです。ここでやっぱりさっきも言ったんですけど、書類選考が一番大事なので、そこでめちゃくちゃいい写真撮れたり、今後もオーディションで使えるようないい写真撮れるので、ぜひね、気になる方5人限定応募してください。これね、概要欄に MJ の公式 LINE 貼ってきます。このね、MJ の LINE を友達追加して、MJ さん動画見ましたみたいな、写真撮ってほしいですって送ってくれたら、無料で撮りたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上にしたいと思います。ここまでご清聴いただきありがとうございました。